7月16日のケリヒメスイーツ。メンテ系の更新ではないからか、右下の無料スロットはありませんね。さて、何が変わったかな。不具合系、これは今日のやつではないか。プレチケのお得パッケージ、お得かなみたいな感じですかね。まあ人によりけりだな、その価値観は。これかね、夏休みのイベント、それぐらいかな。うん、それぐらいっていうか、これぐらいでいいんですけど姫ののんびり夏休みイベントではケリウェイトがあるか。期間限定ステージ、夜空に歌え遊覧船。これは前からあったやつか。なんかこのマイクの、マイクとシールドのなんか見覚えがあるけども、幻の新月を探して、まあ入ってみればね、わかるでしょう、前あったやつかどうか。夏休みチャレンジは待てばもらえるやつで、1日2回のお楽しみ。これは、1回目やりそびれちゃったな。昼間からできたのか。強化祭り、おやったね。強化費 50% オフ。よしよし、また強化できるぞ。ノーマルエリアの経験値増量、やったね。また強化できんじゃん。よし、最近、ちょっとサボりがちだったっていうか、あまりやってなかったけども、経験値増加とね、強化費半額があるんだったら、これは育て時だね。大冒険の始まりよ。よし。で、1日2回のお楽しみは、メタグリとプレチケっていうね、お得なやつなんで、これはね、2回しっかり入りたいんだよね。まあ今日の1回目はね、時間が短かったからしょうがないってのもあるけど。一応ここもドロップ増加で、あ、じゃあドロップ品じゃないか、メタグリは増えないなメタグリとかを増やせるんだったら素晴らしいけどな。あれはドロップ品とかじゃないから。で、これが夏のイベント、新規イベントかな、期間限定。おついてるね。こっちが幻の鎮月。あれでももう一つなんかあったような気がするけども、あれでもこれも使い回しかな。ただ復刻しているだけか。似たような内容というか、ステージの背景とキャラのね、色違いとかで、そういう組み合わせでの新規ステージとかも結構あるからね。本当に新規だとしても分かんない時はある。あと今日の更新で一応漫画もいくつか追加されたかな。編成上は見たことあるやつばっかりですね。なんかイントロがあれみたいだよね、なんだっけ、あの速攻魔法発動バーサーカーソウルみたいなやってる時の。さあ、ライフ付きのバリア付き宇宙船長で、へい貫いちゃったぜ。反射付きの敵、手前にはまたあの回復のやつだね。で、この反射するお墓もあるから、普通にステージの編成で考えたら、あとボスの能力構成、結構ね難しいステージだと思う。てかこれ一つ目でこれだからね、5つ目とかちょっとご了承なかったらちゃんと考えないとだね。こういう範囲系だとお墓のやつとかね、さっきやったやつ反射してちゃんと食らってたじゃん。長いねステージ、いやらしい位置にあるよね。範囲系でやっちゃうと確実にお墓にも影響が。長いねこここれダメージ食らってないのはもう次のウェーブへ進行しちゃってるっていう時に、ただ
ダメージ表記というか入っちゃってただけか。で最後は癒し、強戦士とかじゃなくてもいけるかな。あーダメだ、これはしっかりと硬いやつだね。宝船系だとね、宝箱なんだけども結構柔らかいやつもあったりするから、これはもうクリティカルじゃないといけないんで、強戦士なり、うん、防御を無視できるやつとかを。さらに乱入ボス、1ステージ目でレベル300、最終はどんくらいいくんだろう。600から900のそこら辺かな、まあ、レベル帯といっても、うん、レベルで強さは測れないからな。うん、同じレベル600とかでもやたら強い600もいれば、そうでもない600もいる。うん、結局のところはステータスだからね、それ見えないからさ、戦ってみないと分かんない。 J3、 これはあれですかね、 JC3 リコーダーとかだったら危ないですけどね中学生の持つリコーダー。やっぱ新月ステージかな。なんかここまでしっかりと強敵っぽいのが揃ってるステージ、記憶にないけど、俺が忘れてる可能性は大いにあります。アイテムもあるけども、他のステージでもゲットできるやつだからね、やっぱ新規かな。で、あとどれだ、ユナ戦これ系かな。さっきのこのイベント、夜座に歌い遊覧船、やっぱりこれか。姫様危機一発、これは同じステージだけどもまた新規のアイテムが増えたって感じかな。うん、テクニカルとかそういうのはないんで、もう5ステージ目をやっちゃいましょう。いいね、今回はちゃんと更新がある。グーチョキパーあるんで、ただ全部クリアしなくちゃな。うん、俺の編成だとよく使っている、あ間違えた、そうだケリーウェイトがあるんだ。宇宙船長がね通用しないステージだと。で今サイバーヒーロー適当に言ったけども、敵がグーなんだからダメでした。まあ娘でも十分やれるんで、難易度自体はそこまででもないかな。よし、で宇宙船長が再び動けるようになったので、ジュンとやっつけてあげました。あとノーマルステージの経験値の、うん、入りっぷりをちょっと確認しようか。お、姫様危機一発、かわいいね。これでまた1回入るだけでカンストするぐらいにもらえるんだったら嬉しいけど、1回武器経験値のだけ適当にポイ入れちゃって、ドレスも今ねプラス値の高いやつにしてるけども、武器経験値が4倍になる、こっちにしよう。プラス値は下がるけども経験値が欲しい。でメインステージカステーラ、適当に奥のとこに入り、4月中だけか5月中だっけか、更新が全くなかったあの時ひたすら入ってたというか、そこしかやってなかったカステーラの後半ステージ、これで経験値を稼ぐだけのそんな日々がたくさん続いた。またやってくるかもしれないただイベントと収集アイテムもあるからね。あでも30日までだったかな、経験値増加は。間違ってたらすまん。経験値増加と強化費割引、メンバーのレベルも上げておかないとな。地味に自分のレベルもいつの間にか上がってたりするから多少増やせるでしょう。何も考えず宇宙船長を撃っているだけで済む、楽だ。他の覚醒職とかでも、うん、同様にこの位置からでえいってやっつけられる。
キャラはいるだろうから、新覚醒宇宙船長がないとこの方法の周回は無理かななんてことはないので、むしろもっとねエフェクトの時間短く済むやつがいたらそっちの方を使いたいし、エフェクトがねやたら長いキャラって使いたくなくなるよね。何千万とかは言いたくないですけどでも1000万さ別に強くもないからね。うん、よし、そしてこの経験値をで4倍入ってうひょひょーい戻ってきたぜ、あの頃の経験値がやったね。でそのうち次何周年だ、うん、7周年8周年、何周年か分かんないけど、それキャンペーンもね、うん、あるだろうし、いいですね。その時もまた経験値増加とかありそうだしね。よし。じゃあとりあえず今日はこんな感じで、また明日。